初代ポートランド博、ウィリアム・ベンティンク初代ポートランド伯爵、ウィリアム・ベンティンクは、イギリスの貴族、政治家。オランダ出身で、イングランド王権オランダ総督ウィリアム三世の、幼馴染、側近として支え続け、イングランド貴族に叙任された。ベンティンク男爵、ベルンハルトの息子として、オーファー・アイセル州で生まれた。幼い頃から、 オラニエ公ウィレム三世の自重として使え、六百七十年から六百七十一年のウィレム三世のイングランド訪問に同行、六百七十五年にウィレム三世が天然痘にかかった時に看病に勤めたことからウィレム三世の信頼を得て親友となった。六百七十七年にウィレム三世とイングランド王チャールズ二世の命でヨーク公ジェームズの娘、 メアリーの結婚に先立ち、イングランドへ派遣され交渉を務め、1683年と1685年にも、再度イングランドへ派遣されている。1688年、フランス王ルイ14世が大同盟戦争を起こすと、それに先立ち各ドイツ諸国への交渉に赴き中立、同盟を取り付けた。また、1687年から、 イングランドの政治家とウィレム3世との接触を担当、ウィレム3世が、イングランド国民へ向けた宣言書の管理、輸送船団の組織や、上陸地点の確保、資金調達など入念な下準備をこしらえ、ウィレム3世と共に、イングランドへ都会、ジェームズ2世を追放して、名誉革命を実現させた。翌百八十九年、イングランド王となった、ウィリアム三世から恩賞として、 ポートランド伯爵に助せられ、イングランド貴族の一員となった。数イン議員にも任命され、引き続き、ウィリアム三世への側近として仕えた。大同盟戦争とウィリアムアイト戦争では、ウィリアム三世に従い1690年のボイン側の戦いに参戦、大陸へ渡り1693年のネイル・インデンの戦い、1695年の第二次。 ナミュール包囲戦にも従軍しているが、外交の任務が主であり1690年にアムステルダム市長と交渉して、ウィリアム三世との仲を取り持ち、1696年のジャコバイトのウィリアム三世暗殺計画を未然に防ぎ、翌1697年にブルッセルへ派遣され、フランスの将軍ブーフレールと交渉して、レースウェイク条約の締結にこぎつけた。 同年に中仏大使に任命1698年1月にパリへ派遣され半年間勤めた後スペインをカルロスに生死後の領土分割でフランスと交渉1700年にロンドン条約を結んだしかしウィリアム3世が同じオランダ人のアーノルド・バン・ケッペルを徴用したことに不満を抱き1699年に辞任したその上 ウィリアム三世からイングランドの土地や社位を与えられたことや議会に内密でスペイン分割条約に調印したことから1701年に議会の弾劾を受け、弾劾は途中で中止されたが正界から排除された。以後はバッキンガムシャーの屋敷へ移り死ぬまで生活したが、1702年にウィリアム三世の最後を見取り、後を継いだ義前の案の指紋に応じたりしている。 1709年、60歳で死去。息子のヘンリー・ベンティンクが爵位を継承。1716年にティッチフィールド公爵とポートランド公爵を授かり公爵家に昇格した。イゴ・ベンティンク家はイギリス貴族として繁栄、有力政治家も多数輩出していった。18世紀と19世紀を通して二度首相を務めた第三代ポートランド公爵。 ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクは、創村にあたる。オランダに住んでいた頃、庭園に珍しい植物を栽培していて、それらを写本としてまとめていた。ただし、写本は現存していない。1678年、初代バッキンガムジョージ・ビリアーズの老いにあたるサー・エドワード・ビリアーズの、娘・アン・ビリアーズと、結婚、6人の子を設けた。 メアリー・エセックス博、アルジャーノン・カペルと結婚、ウィリアム・ヘンリー・ポートランド博、ポートランド公、ティッチフィールド公、アン・マーガレット・ワッセナー男爵アレンと結婚、フランシス・ウィル・ヘルミナ・バイロン男爵、ウィリアム・バイロンと結婚、エリザベス・キングストンイコール・アポンイコール・ハル公、イブリン・ピエール・ポントと結婚1700年、ジェーン・マーサ・テンプルと再婚、6人の公を設けた。ソフィア、 ケント公ヘンリー・グレーと結婚、エリザベス・アドリアナ、ヘンリー・エガートンと結婚、バーバラ・ゴドルフィン男爵、フランシス・ゴドルフィンと結婚、ウィリアム・ベンティンク博、ポートランド博ヘンリー・ベンティンクの先祖、チャールズ・ジョン・カドガン博、ウィリアム・カドガンの娘・マーガレットと結婚、ハリエット・クランブラシル博、ジェームズ・ハミルトンと結婚。ありがとうございます。